はいどうも、加藤です。ということでね、本日はね、メー安田生命 J1 リーグのね、あ、違う、メージ安田 J1 リーグのお話なんですけれども、本日はね、えー、来週ね、開幕、まあ、なんならもう金曜日、23日の金曜日にね、えー、2024シーズンのメージ安田 J1 リーグが開幕するんですけど、それにね、先立って、まあ、僕のね、応援しているアルビレックス新潟のね、 今季の大注目選手、第3戦をね、ちょっと上げていこうかなと、考えてきましたので、まぁ、あ、ちょっと行っていこうかなと思っております。ということでね、まず、まぁ、あ、去年もね、こういう系の動画出して、あの、渡辺大樹をね、結構期待してたんだけど、まあ、まさかの横浜 F マリノ追跡したから、うん。やっぱりね、この、俺が選ぶ3人の中で1人は、その、まあまあ、 上のチームに行くじゃないけど、そういうことがあるのかなっていうのを思うから。うん。だからね、そんくらいの覚悟で僕は選びました。はい。ということで、まずね、一人目なんだけど、ルルルル1一人目は、長谷川元樹ですね。うん。まあ、3位だね。3位、長谷川元樹うん。まあ、長谷川元木、みんなまあ、 知ってると。あ <laughs>、新潟サポーターだったら知ってると思うし。まあ、他のね、あの J クラブのサポーターも僕の動画見てくれてる方もいるので、まあ、そういう方もね、あの、長谷川元キは結構知ってると思う。うん、結構 J、J1 の、あの、遺跡市場界隈では、割と、ね、 トップターゲットにされがちな選手だったかなっていう。まあ、本当に2年前とか、そんくらいからね。うん。それぐらい大卒1年目から、あのー、結果出してたし、うん。まあ、数字に現れないプレーってのも、すごく頑張る選手。うん。まあ、その、その、守備の部分とか、うん。まあ、アシストにはなんないけど、アシストの、ね、ゴール、アシスト、その前のプレーとかね。うん。そういうプレーがね、長谷川の時は。 あの、すごく上手だなっていうの、イメージがあって、あの、攻撃的なプレーうん、例えばドリブルとかシュートとか、まあ、パスとかいろいろあるんだけど、すべてにおいて、あの、一定のね、水準を上,上回ってるなっていうのが、僕の中の甲府での印象だったから、本当2年前の大卒1年目のオフから、あの、俺はこいつは取ってほしいなっていうのはずっと思ってたし、あの、周りにもね、そういうことを言ってたね、友達とか、あの、動画でも言ってたかな。うん、長谷川元気すごい良い,い選手だよって。 まあ、鳥海とかもね、あの、同時期に入った選手で。まあ、今、バンフォーレンにまだいるんだけど、鳥海とかもめちゃめちゃいい選手だけどね。うん。でも、その中でもやっぱ、長谷川元気すごい良い選手だなっていう印象が、えー、あって、で、見事に今シーズンから新潟にね、加わるっていうね。うん。いや、すごいよね。うん。まあ、ほんと、鹿島とかさ、俺その辺行くのかなって思ってた。あの、 ね甲府から鹿島って言ったら、中村良太郎っていうね、あの、新潟名君高校出身の選手がいるんだけど、まあ、その、その選手も、あの、甲府からまあ鹿島行って、まあ、鹿島ではなかなか活躍できないで、まあ、今シーズンからね、清水エスパルスに、ええー、席をね、置いたんだけど、うん、だそういうね、甲府から鹿島っていうルートもあるから、だから長谷川も時は、 うん。まあ、鹿島だろうなっていう。まあ、じゃなくても、まあ、関東のビッグチーム。うん、もしくは、まあ、名古屋グランパスとか、ね、サンフレッチェ広島とか。うん。その辺行くんかなと思ったら、まさかの新潟にね、来てくれたから。うん。だからもう期待せずにはいられない。うん。まあ、顔面もね、めちゃくちゃイケメンだし、本当に、プレーもね、さっきも言ったんだけど、すべてにおいて、ね、高水準で。まあ、新潟には数少ない、シュートの上手い選手。うん。まあ、甲府でもね、シュートのセンスっていうのはすごく見せてもらったから。うん。やっぱそういう新潟、 にいないタイプの選手だからすごくお気に入りというかめちゃくちゃ期待してる選手だ、ね、うん。で、第2位なんだけど、第2位はね、モリリータですね。うん。モ、ま、リ、あ、リータはね、あの、今シーズンから、えー、アルビレックス新潟に加わった、大卒ルーキーの選手で、まあ、早稲田大学からね、加わりましたね。でその、その前はね、川崎フロンターレアンダー18とか、うん。 神奈川県の出身で、ずっと川崎育ちで、早稲田大学、新潟っていうね、感じのルートなんだよね。うん。で、この選手のね、特徴は、まあ、サイドバックの選手で、まあ、上背はね、ない、ほんと170とかしかないから、うん。で、スピードあって、しかも、まあ、両サイドバックできるっていうね、すごい貴重な存在なんじゃないかなっていうのは、あの、個人的に期待してますね。うん。で、プラス、あの、スピードがあるって、結構ね、あの、すごいらしいのよ。で、結構 J クラブ、 で、4チームぐらいからオファーが来てて、まあ、新潟を選んだっていう。うん。まあ、J23 チームの J11 チーム。ね、それが新潟だったら、まあ、J1 行くよねって感じ。まあ、だと思うんだよね。わかんないけど。うん。その辺はわかんないんだけど。だってマリノスとかね、川崎からオファー来ててさ、あえて新潟行くってあんまない例だと思うんだよね。うん。だからもうアルビが J1 だからこそ取れた選手。うん。で、まあ、早稲田大学ってめ結構名門大学。でも、 あの、まあ、小島がね、いたよね。うん。小島良介が早稲田出身だけど。両サイドバックできてスピードあるっていうのは、あの、結構欲しい選手でもあったかなっていう。うん。やっぱりね、荒井とか、まあ、藤原宗也とか、まあ、堀米とかもそうなんだけど、ぶち抜かれるとかね、意外にぶち抜かれたりするんだよ。意外とね、スピードタイプの、あの、選手に弱いかなっていうイメージがあって、例えば去年だったら、まあ、今野和也とかね、まあ、今野和也は別にま、スピードタイプって言ったら、 スピードタイプ、うん、ではないかなって感じなんだけど、まあ、スピードタイプとテクニックタイプのもハイブリッドみたいな感じだから、うん、ああいう選手にやられてるイメージもあったし、あと森下とかね、森下とかね、ビッグサンでやった時、ほんとぶち抜くシーンとかあったから、うん、そういうスピードのある選手に対抗するためにやっぱスピードのあるサイドバックっていうのが一番手っ取り早い方法だと思うから、うん、その中でもリリータっていうのはすごくいいよね。例えば、 ま、今は俺 J1 のチー、あの、選手を思い浮かべて、こいつスピード化け物だなって思った選手が、まあ、お菓子は強し、うん。FC 東京に、ね、今シーズン、移籍した選手なんだけど、まあ、去年のね、あの、ビッグサンでやった新潟戦も、すごかったよね。うん。本当に、異常なくらい裏取るし、う <laughs> まいし、で、バカ早いし、うん、初速も、加速もすごい選手だから。うん。だから FC 東京だと、やっぱワイドで使われるシーンが、あの、多いのかなって思うから、 そういう時に森リータ入れて、対策っていう手もありだなっていうのは思うから。うん、だから森リータすごい期待してるね。まあ、でも、あの、大活躍をしてしまうと、川崎フロンターレからオファー来るかも、可能性あるしね、うん。川崎フロンターレ多分今右のサイドバック、ね、昨日ゴール決めてた、あの、ファンウェルメスケルケンサイ、うん。本職の右サイドバックって多分それぐらいしかいないと思うんだよね。まあ、佐々木朝日が両サイドできるからって感じだと思うんだけど。 まあ、そんな感じだから、ワンチャン活躍したら川崎からオファー来るよね。っていう話。うん、やだね。で、第1位なんだけど、第1位は、コミオタですね。うん。コミオタ、まあ、結構ね、嫌ってる人も多いと思うんだけど、僕はコミオタの覚醒にね、期待してるね。まあ、でも、あの、今シーズンもし、去年と同じような、あの、成績だったら、ちょっと、うん、まずいかな。もう期待はできないかなっていうのは感じてます。うん、それぐらい去年は、 あの、決めるチャンスもあったし、うん、それをことごとく、ね、キーパーのビッグセーブとか、まあそういうのもある、運の要素もあるんだけど、そういう面でなかなか機能してない面もあったから。だからそういうとこは残念だなとは思うんだけど。うん、まあでもね、ポテンシャルっていうのは高い。うん、スピードもあるし、ね、あのー、割と守備も頑張るし、うん、2同位、3同位できる。うんまあ、プラス、その、意外とテクニックがある。うん、で、シュートも、 意外といいとこ狙ってたりするんだよね。意外と周り見えてる。うん、選手で。まあその味方との連携が合わないシーンとかもね、ちょっとある、あるはあるんだけど。うん。まあでもそれでもね、俺使い続ける価値はすごくあると思うんだよね。ほんと、頑張る選手だから。うん。だから、今シーズンの出来次第では、本当にミトみたいに、すぐ海外に行くっていう可能性も、俺はあると思うし、うん。まあそういうのも期待してのコミュオタを1位にね、しましたね。うん。だから、 うんセンターフォワードで出ようと、まあ、サイドハーフで出ようと。まあ、サイドハーフがね、あの、今シーズンとか、昨シーズンはずっとそうだったけど、2、うん、トップにして、コミをントップ、2トップの一角っていう手もあるしね。うん だ使い方次第では本当に大化け。うん。使い方とまあ本人の努力次第で大化けする、え、選手なんじゃないかなっていう。うん。チャンスを無駄にした回数っていうのはね、J1 でもトップクラスだと思うから、すごい皮肉みたいなこと言ってるんだけど、うん。すごく期待してる選手だね。ということで、今シーズンのアルビレックスにやった、えー、頑張ってくれということで、皆さんのね、注目選手も、えー、ぜひコメント欄に書いてください。ということで、お願いします。バイバイ。